どうもこんにちは、元杉です。今回は工事ジャケットを使用した春先に最適なアメカジコーディネートをご紹介したいと思います。それでは早速こちらの画像をご覧ください。まずですね、工事ジャケットはスポーツマスターというメイドイン USA の工事ジャケットのグリーンカラーを使用しております。でインナーにはですね、バーバリアンというカナダのラグビーメーカーのラガーシャツを着ております。でパンツはですね、キングスウッドというチノパンツに、シューズはコンバースのオールスター、これはですね70年代のチャックテイラーの復刻モデルになりますね。海外限定のモデルになるんですけれども、こちらを合わせました。でこのコーディネートにタイトルをつけるとしますと、スプリングスポーツスタイルというような感じでタイトルをつけたいと思います。でこれはですね、ちょっと前にポパイさんで、雑誌のポパイさんでグリーンのコーチジャケットを、ファッションスナップで見かけたので、でまあ3月になってきたので僕もちょうどいいかなと思って、ちょっとクローゼットの中から引っ張り出してきたんですけれども、ポイントとしては、ナイロンのコーチジャケット、こういったウィンドブレーカーっていうのは春先にすごく、便利なアイテムで、僕は毎年こういったナイロンのウィンドブレーカー的なものは必ず春先扱うんですよね。ちょっと、昼間とかはもうちょっと気温が上がってくるとアウターがなくても過ごせるぐらいになってくるんですけれども、どうしても朝と夜っていうのは寒暖の差があるので、何かアウターを羽織らないと風邪をひくような、寒さに襲われる場合があるんですよね。でそういった場合にこういった薄手のコーチジャケットのようなウィンドブレーカーを着ておけば、すぐ脱いだり着たりできますし、畳んで持っててもかさばらないのですごく持ち運びが便利なんですよね。でナイロン生地で風も通さないですし、雨が降って濡れてもすぐ乾くっていう特性もありますので、すごく便利なアイテムだと思うんですよね、コーチジャケット。でこのスポーツマスターっていうブランドは、詳細はまた後日改めて紹介したいと思うんですけれども、今は現行だともうないのかな、古着とかデッドストックのものを扱っているお店さんがあればそちらで買えるとは思うんですけれども、僕このブランドのコーチジャケットすごい好きでよく着てますね。でバーバリアンのラガーシャツは、その用途というか使い方で言ったら、セントジェームスですとかオーチバルのバスクシャツあるじゃないですか、ボーダーのボートネックのカットソーですね、あれと使い方はほとんど似てますかね。長袖の、ロンティーよりちょっと厚みがあって、スウェットより薄いような、中間着としてすごく最適な、1枚で着てもいいですし重ね着にもすごく、使い勝手がいいので、でそのセントジェームスとかだと結構こうなんかマリンというか海を連想させる感じがあるので、よりこうスポーツテイストな感じで表現したければ、バーバリアンのようなこうクラシックなラガーシャツもすごくありだと思います。よかったらコーディネートをご参考にしてみてください。はい、ということで今回はコーチジャケットを使用したアメカジコーディネートをご紹介させていただきました。この動画が少しでもご参考になりましたら、高評価とぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。